こんにちは、中川ゆかりです。麻雀でよくみんな思ってると思うんですけど、実力と運の比率ってどんな感じなんかなって。うちは運がかなり決めてると思うんですよね。だってハイパイが来るのも運ですし、そのツモも運ですし、それってだいぶ大きいことじゃないですか。やっぱりなんで8割は占めてるかなと思うんですよ。で、その残りの2割の実力の差で勝ち組と負け組がその2割の差で出るんじゃないかなって思いますね。今回の問題はこちらになります。